今改めて思ったんだけどさ、やっぱリップ塗ってないと血色ないね。血色な。びっくりするぐらい顔面の色と一緒なんだけど。塗らせていただきます。これを塗ったら、なんということでしょう。血色があります。寝てないの？うん、全然寝た。昨日は2時過ぎくらいには寝れましたね。2時過ぎくらいに寝て、まだまだ6時に起きたという。おはよう。今日はみんなに見せびらかしながら食べたいものがあります。見せびらかしながらね。あの置き場所整えるから。よし、じゃーん、ママ特製の渋皮煮です。昨日あの栗ご飯を食べて、栗の素朴な甘さを食べたんですけど、ママが渋皮煮を作ってくれて、昨日のお昼くらいに作ってくれたのかな。だいぶ多分甘さが染み込んだと思うので、またまたお先に渋皮煮をいただきます。梅干し、栗です。栗のあの渋皮煮が本当に大好きで、そう、秋の味覚なんですけれども、マジでねめっちゃ好きなんだよね。いただきます。うまっ。じゃない、美味しい。今言葉遣い直しキャンペーン中だから、うまって言っちゃうけど、その後ちゃんと美味しいって直してるんだ。美味しい。食べたことない、本当に。本当ね、栗の渋さがなくて、なんて言うんだろう、何の甘さ。待って、栗が入っちゃった。上じゃねえわ、間違えた。栗が変なとこ入った。中途半端に飲み込んじゃった今。やっぱやらかした。でもめちゃくちゃ美味しいの。香り、甘い香りがする。これどんな味って言ったらいいんだろうな。どんな味だろう。なんて言ったらいいのかな。全然思いつかないんだけど。ちょ、なんかヒントちょうだい、みんな。渋皮煮食べたことある方。なんて言ったらいいの。栗の渋さがなくて。紅茶とね、でも今回あんまり紅茶の味しない。なんかいつもね、毎年ね、紅茶が効いてる渋皮煮をね、ママが作ってくれるんですけど、これなんて言うんだろうね。わかんない。めっちゃ綺麗な栗の形してる。ちょっと見てこれ。これザックリって感じじゃない？これ。ザックリです。僕が栗です。っていう形してる。ちょっと後でママに聞いとくね。この味を何と言うのか、言葉で。ちょっと私のね、ボキャブラリーではちょっとね、言い表せないくらいの美味しさということで。紅茶にそう、
そうなんです。毎年ね紅茶をよく聞かせてね作ってくれる。あ、そうそう、モンブランに乗っかってる上の栗もう渋川に、あれ、なんかうちの家系、家系っていうかいとことか私は本当に栗が大好きで、栗が大好きでお正月のね栗きんとんとかマジでマジでね取り合いになるくらいあの好きで、いとこが今何歳なんだろう、栗が好きないとこが今ね何歳なんだろうな、ちょっと忘れたんだけど、何歳だっけ、何歳なんだろう、大学 3?2? とかなんだけど、あのおばあちゃんが栗の瓶を買っといてくれて、でもおせちに入ってる栗きんとんだけじゃ足りないんですよ、足りないからあのカルディで栗の瓶を買ってくれてて、それをねいつもね味わいながら食べてます。ラストです。栗って感じの栗を食べます今から。次みんなで集まるのいつだろうな。去年のねお正月はね行けなかったんですよ。あの去年のお正月は父方の方のおばあちゃん家に行きました。なんかあのなんだっけ、おせちじゃなくてさお正月に食べるさなんかお味噌汁みたいなやつ、なんだっけあれの名前、おしるこ、うん、お雑煮だ、それ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 、お雑煮がねやっぱ地域によってね全然作り方違うからね、なんかお餅のね入り方とかも違うしね、なんか出汁も違うしね、なんかねあの新鮮だった、すごく。やっぱ関東風と関西風で全部全然違う、中国地方ともね全然違うから新鮮だよね。うん、おいしかった。ちょっと栗の余ったやつ食べちゃおうここが一番おいしいと言っても過言ではない。この器かわいくね、かわいくない完食完食。完食しました。ごちそうさまです。おじいさんおばあさんどの地方に住んでるんだっけ？おじいさんおばあさんはパパとママの地元に住んでます。これは何？グー何だったかな？父方の方は確かね。
お餅と人参と大根とあとどっちが赤だしでどっちが白だしなんだっけ、ちょっと忘れちゃったよ。どっちだっけな、これだけで足りる。これはあの朝食かっこかりです。今から朝食っていう朝食は今から食べるんですけど、はい、おはよう。そう、西日本は白だし、じゃあ父方の方は白だしかも。そうだからね、あと私ね、あのなんていうの、除夜の鐘、除夜ね、除夜の鐘を生で聞いたことがなくて、生で聞いたことがなくて、あのいつもお正月はそのどちらかのおばあちゃん家で、おじいちゃんおばあちゃん家で、あのあのガキ使を見ながらガキ使を見ながらキャハキャハ笑って麻雀したり人生ゲームしたりして過ごす。でまあその3時くらいになったら寝るっていうのがお正月の過ごし方なんですけど、やっぱこの年になってくるとですね、除夜の鐘を生で聞いてみたいなと思って、あのちゃんとね、あの11時くらいからお寺に行って、お寺？神社？神社に行って除夜の鐘を聞いて、あの初詣したいなって思いました。毎年ね、あの毎年っていうか毎年恒例でね、私越しの初夜、あの初日の出じゃないな、なんだろう、なんだっけ、1月1日のことなんて言うんだっけ、初日、元旦、そう元旦だ元旦、全然初じゃないし、元旦のね、あの配信はですね、あの着物浴衣着物、めっちゃそれ泣いてる。元旦のね配信はですね、あの着物をね着て配信するっていうね恒例の授業があるんですけど、授業違うな、恒例の行事行事がねあるんですけど、去年はね、去年じゃない、今年か、今年の元旦はね、そう今年の元旦はあの髪の毛がちょっと短くて、これどうしようと思って、着物用のアレンジできないと思って急遽ここを結んで外羽にしました。そう今年はね多分ね1月1日までにはもうちょっと伸びてると思うから、もうちょっと着物風の素敵なアレンジができるんじゃないかなと思うんですけど、楽しみだね。いちいち教えなあかん、わからない、マジ日本語が下手すぎるわ、頑張るね。なんかさ、あのなんだっけ、さっきママと話してたんですけど、なんか
とりあえずみんなは卵料理何が好き？卵料理、目玉焼きとか目玉焼きしか思う、目玉焼きとか、あとゆで卵とか、卵スープとか、卵サンドとか、卵焼きとか、何が好きですか？目玉焼き、あ、目玉焼き、あの完熟派です。うずらの卵の2000円、うずらの卵か、シンプルにだし巻き、かつ玉、かつ丼、おお、いいね、かつ丼、平野もそれが一番好きかもしれない、今思った。生卵、ゆで卵、茶碗蒸し、オムレツ、おでん、茶碗蒸し、オムライスもいいよ。いいね、今さ、平野さ、今までちょっと卵料理何が好きってやったらさ、ゆで卵って答えてたけどさ、そういえば平野、カツ丼好きだわ。カツ丼の卵とじ超美味しいよね、わかる。カニ玉、あ、カニ玉も美味しいな。カニ玉も好きなんだよな。だから卵料理美味しくないのなくない？卵をさ、美味しくなく料理できることなんてあるのかな。だって昨日なんてね、チキン南蛮とね、ママ特製のタルタルソースとね、あのとね、あとね、栗ご飯だった。あとお味噌汁、カツ丼ならたま煮卵入ってるラーメンもあり、あ、ラーメンも好きだな私。迷っちゃうわ、迷っちゃえわ。でもさ、あの今さ、卵焼き、卵焼きって言ってる方がさ、あのお一人くらいしかいらっしゃらなかったんですけど、卵焼きさ、私そのホテルとかの朝食以外で他のお家の卵焼きを食べたことがないんですよ。みんなある？なんか TikTok で卵焼きの乱れは心の乱れって言いながら卵焼きをあの焼いている人がいるんですけど、めっちゃ綺麗なんですよその人。その人の卵焼きはいつもあの卵をまず割ってかき混ぜて、でその後にお豆腐、あのお豆腐のさ、タレかけて食べるやつあるじゃん、なんだっけ、お豆腐、煮豆腐じゃないな、なんかさタレかけてさ食べるさお豆腐あるじゃん、なんかめっちゃ綺麗な形の豆腐してて、ちょっとしょっぱめのやつ、冷ややっこじゃないと思う、なんだっけ、湯豆腐じゃないと思う、うん、卵豆腐なんだっけな、なんかねそんな感じの名前じゃないの、そのなんか豆腐を混ぜて簡単になんかあのだし汁卵焼きができるみたいな、揚げ出し豆腐なんだっけな、ちょっとみんなに教えたいんだけどね、その豆腐を混ぜて卵焼きを作ったら簡単にですね、あのだし汁卵焼きができるっていうね、卵焼きの作り方出てたんだけど何か忘れちゃった。杏仁豆腐じゃなく、なんかねタレかけて食べるさ豆腐あるじゃん、それなんよ。なんだっけ、豆腐入れるのは珍しいね、うちも入れない、うちは甘いあの卵焼きが好きなんですよ私は。甘くないと卵焼きじゃない。そうでもね、ママが甘い卵焼きを作るようになったのはパパと結婚してからなんだって。なんか結婚する前とかにママがよくパパにお弁当を作ってあげてたらしいんですけど、
あのいつも卵焼き甘くなかったんだよね。パパは卵焼き甘いで育ってるんだけど、ママは卵焼きは普通にあのだし焼き卵、だしなんとか卵焼きとかで育ってて、だからママはいつも通りだしとかで卵焼きを作ってたのね。でもパパは卵焼き甘いのに育ってるから、卵焼きは甘いもんだと思ってるから、あのママからお弁当もらって卵焼き食べたら、あの甘くないこれ砂糖を入れ忘れたんかなみたいな思ってたんだって。で結婚してからそういえば卵焼き甘くないねって言ったら、あのママは卵焼きって甘いもんなのみたいな。それで甘い卵焼きを知ったそうです。でもヒアノはね、ヒアノもね、ちっちゃい頃か、弟もそうだけど、弟じゃないわ、S くんだ。ちょ名前改名したから弟、あの、弟の名前はね、昨日から S くんなんですよ。あの、私も S くんもですね、甘い卵焼きで育ったから、あの、大きくなって、例えば S くんが結婚して、考えたくないけど、結婚して、で、あの奥さんがあのだし焼き卵を作ったら甘くないって衝撃を受けるんだろうなと思います。なのでだし巻き卵は甘い方が好きですか？好きです。甘い方が好きで、うちの卵焼きはね、よくね、卵焼きのね真ん中に何か挟まってるんですよ。チーズとかカニカマとかちくわとかなんかいろいろ挟まってます。お弁当とかに入ってるやつは卵焼きのね間にね挟まって卵焼きが巻かれてます。いろんなアレンジされてる。ケチャップが挟まってたりとかね。はよはよ。明太子はね挟まってないですね。私明太子食べれないので。ちくわ、そうちくわ、これ絶対巻くの大変だよね。絶対巻くの大変だと思うんだよね。あれちくわ超大きいもんね。生姜焼きだけ卵甘くなる現象、へえ。ずっと甘いから分かんないや。久々に卵焼き食べたくなったんだよさっき。あとネギ。だからちょっと今日の朝ごはん卵焼き作ろうかな自分で卵焼き作って、納豆あったから納豆にネギ入れて食べようかな、と味噌汁と。ワクワク うちのおばあちゃんもよくそれやってた。いいね。おばあちゃんの料理ってマジで無条件に美味しいよね。なんかあのその私がホテルにね、そのあのホテル生活を2週間ほどしていた時、2週間よりもっとあんのかな、7月の29から8月14、2週間とちょっとさ、そのホテル生活をしている時、あのおじいちゃんとおばあちゃんがもうワクチン打ったから、あのうちに来させろって言ってくれてたんだって。うちに来させろって言ってくれてて、あのそしたらさ、料理とかもさ、おばあちゃんの料理私好きだから食べれるし、そう言ってくれてたんだけど、あのさすがにね、さすがに行けなかったんだけど、そうマジで美味しいよね。なんかなんだっけな、あの肉じゃがとかさ、あとけんちん汁とかマジで美味しいよね。だからうちのママのね、あの
料理上手は絶対おばあちゃん譲りだと思う。うちだけかもしれないけど、ばあちゃんの作らせると何でも入れるイメージどうなんだろう、そうなのかな。でもさ、なんかさ、何年前かはちょっと忘れたんだけど、あのママとね喧嘩してる時期に、喧嘩してる日があって、その日のサラダにねみかんが入ってたから、ちょっとびっくりしたよね。みかんとかね、なんかもうこれも入れちゃえ、これも入れちゃえと思って入れたらしいよ。みかんとか リンゴがねサラダに入ってるのはよくあるんですよ。美味しい、あの美味しいんですけど、みかんが入ってる時はちょっとびっくりしました。そう、今日の朝ごはん、鮭と味噌汁と納豆とご飯でした。理想的だね。みかんに、そう、みかんにやったら、もうこれも入れちゃえ、もうこれも入れちゃえって言ってね、みかん入れててびっくりした記憶はある。だから割とママの方が何でも入れるかもしれない。そうですね。あと父方のそのおばあちゃん家では、私は小学校の頃はマジで意味の分かんない調理をしてました。なんかどうしても何かしら料理をしたかったんだろうね。なんかね、なんか実験みたいな、砂糖となんかを混ぜてフライパンで焼くみたいな、意味の分からない物体を弟とかパパに食べさせてたマジで意味分かんない物体をね、なんか砂糖とかさ、何入れてたんだろうあれで、なんか上手にまとまるわけよ、その物体が、得体の知らないものが。それをもうめっちゃ、もう5万円やつのお顔でパパに作ったって言って食べさせてた。それが小学校の頃ですかね。29分。ですね、この枠はですね7時45分までだから、40分かな、40分か41分くらいになったら教えてください。めちゃめちゃ大丈夫かな、アイス君。7時半学校間に合うか、まあ余裕か。優しい目覚まし、テイン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 、何のあれなんだろう。部屋のそれがいいな。起きたね、起きたねいやごめんってこうやってやってた、ごめんって言ってた。かわいい。私の目覚ましめっちゃうるさいんだよね。なんだっけ、どんな音だっけ、ちょっと忘れちゃった。なんかめっちゃ爆音でね、爆音で流れるんだよね。でもちょっとこの際ね、ちょっと僕のヒーローアカデミアの轟翔太くんの朝だ、起きろ、学校は遅刻するぞみたいなちょっと音があるんだけど、それにしちゃおうかなって思い始めてるんだ。毎朝推しに起こされる。キャー、俺の携帯のアラームは47の素敵な街へ。愛あるじゃん、さすがだわ。ちょっとやっぱヒロアカの目覚ましに変えちゃおうかな。朝だ、起きないと遅刻するぞみたいなやつ。毎朝推しに起こされる、これは実質同棲？
目覚ましを好きに好きな声にさ、多分起きれない起きれるよ、だってこあの耳元で聞こえるんだよ。俺の目覚ましは窓の外から聞こえる鳥の声。すごいロマンティックじゃん。すごいロマンティックなことしてる人いるよ。今月は夜なの。来月は、来月決めるね私が。来月は、ゴールデンボンバーさんのめめしくてでお願いします。朝起きる時間だったらトゥル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 トゥ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 。握手会の録音会の目覚ましにしてた。最強じゃん、最強じゃん。ちなみに来月はネモハモで、あーいいね。心もヘイ、体もヘイ、歌えて踊れ、海のルマルマルマ、トゥル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 トゥ、はいはいはい。いいね、朝からテンション上がるじゃん。田舎の朝は早いからめっちゃチュンチュンカーカーホ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 ーポポーカチュンチュン聞こえるよ今。聞こえる？聞こえてるかな？チュンチュン鳴ってます。小鳥さんおはよう。ののネモハモルーマンダンス完璧。 A メロ B メロは微妙だけどね。聞こえる聞こえる。今日いい天気なのかな。昨日はねちょっとね曇りだった。一昨日昨日マジ曇りだったんだけどね。今日いい天気なのかな。曇りだね。全然曇りです。全然曇りでした。晴れではなかったです。秋になるとですねマジで虫の大合唱聞こえてくるよ。夜とか土手が近いからねめちゃくちゃね大合唱聞こえてきます。カラスが鳴くとうるさいうるさいとか言ってやんな。でも今年はセミの声はあまり聞こえなかったな。セミの時期私はホテルにいたセミの声さえも川近いのに遊べるじゃん。いやもうねあのもうそういう川の次元じゃないのよマジでね。ザ川じゃないのよ。あのガチ川なのよ遊べるぐらいの深さじゃない川なのよ。後ろに大合唱マジすごい、マジすごいよ。夏前はカエル、カエルはね確かにもう過ぎたかも時期。草むらのジーっていう声がうるさい。なんかリンリンなってるよね。リン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 みたいな。だから夜とかにねあの散歩に行くとねめちゃくちゃ虫の声聞こえます。おはよう。秋ってやっぱいいね。涼しいからさあのいい感じの服が着れます。いい感じの服が着れる。虫に遭遇しないの？虫に遭遇でもね
ちっちゃいね、コバエとかはねやっぱいる、やっぱり外歩いててもやめてほしい昨日ね車の中にねちっちゃいコバエがいてね、ママと大騒ぎしてた、いるって。あの私が洗面台で髪を巻いていたらですね、コバエがね目の前を通ったんです、ピュン。私は大声を出して撃退しました。あーって言ってね、虫を撃退した。近所のちょっとお姉様のたちの話し声もすごい。それは私かも。夜配信の洋服はいつも素敵で楽しみです。朝はパジャマですいません、本当すいません。夜はですね毎日違ったテイストの、今日はどういうテイストにしようかなと考えるのがいつも楽しいです。超音波で撃退します。ああああってねずっとね騒いでね撃退しました。超チルなラッパー、超チルなラッパー、あげあげ、あや、あだら、鳥の声めっちゃ気になるようになった。本当？聞こえる？ちょっとかすかに聞こえるわ。微妙い。オンライン授業にあり。ありだよん。からもか鳥はいいね。私なんて一向に練習しても飛べるようにならなかったよ。まだ諦めない。高校を卒業するまでは諦めない、空を飛ぶことを。高校卒業してからは地面にしっかりと足をつけて歩いていきます。ほうきでぴょんぴょんはしません。でもうちのね高校のねあのほうきガチで飛べるやつだと思うんだよ。でマジで魔女みたいなの、マジで魔女みたいなねほうきだからね、なんか竹のあれとなんかあのふさふさのところもね、なんかね何って言うんだろうあれ、ふさふさのところもなんかマジで魔女みたいなやつだから。あとね猫さえいたら飛べる気がする。黒猫ちゃんとかがいたら、ね、多分ね飛べる気がするんよね。あと赤いリボン頑張る。あ違うんだ。ということでそろそろランキング発表したいと思います。13位たまちゃんありがとうございます。12位なつさんありがとうございます。11位スノーさんありがとうございます。10位くましろさんありがとうございます。9位りかさんありがとうございます。8位くらかぎんしろさんありがとうございます。7位グワポさんありがとうございます。6位キラキラボさんありがとうございます。5位けんおんぱちさんありがとうございます。4位こばさんありがとうございます。3位めえさんありがとうございます。2位ひろゆきさんありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ドゥン、スパークニキさんです。ありがとうございます。スパークニキさんありがとう。朝一発目の1位がスパークニキさんでした。ありがとうございます。パチパチパチ。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっと打てたら奥もっと打ててください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました。17歳のんのんこと奥もっとやんです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでですね、皆様本日も見てくださってありがとうございました。
次の配信は、ごめんね、これまだ貼れてないんだけど壁に。次の枠はですね、17時24分から18時8分となっております。本日2回目の枠は17時24分から18時8分です。夕方からなんですけれども、ぜひ見てくださると嬉しいでございます。あまり来れなくてごめんなさい。全然そんなことないです。ありがとうございます。今日の朝も頑張りましょう。今日一日ね、頑張りましょうね皆さん。17時24分からです。来てる子かわいい。これはファンの方からいただきました。ありがとうございます。さて寝るか寝るの。私今からオンライン授業です。頑張ります。今日は何回当てられるのでしょうか。果たしてどうか、たくさん当たりませんようにということでですね、学校に行く前のS 君にちょっかいを出しまくっていきたいと思います、この後。ちなみに昨日はですね、なんていいあれなんでしょう、制服のワイシャツにアイロンをかけてあげましたアイロンかけてあげて、私のガチャガチャで取った缶バッジを名札のところにつけてやってあげました。見事に外されてました。そして洗面台で歯磨きをしている S 君のところに行って、めちゃくちゃちょっかいを出しまくりましたママにちょっかいを出して、 S 君にちょっかいを出して、ママにちょっかいを出して、 S 君にちょっかいを出して、もうめっちゃ繰り返してました。ということでね、今からちょっかいをかけていきたいと思いますそれでは朝一発目の配信も見てくださってありがとうございました。次は17時24分からです。ぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3210アデュー。バイバーイ。バイバーイ。